世界時価総額ランキングでアメリカ独占の中、スイスのネスレが上位に入っています。日本ではコーヒーぐらいしかイメージがありませんが、そんなにすごい企業なんでしょうか。食品で普通になんかヨーグルトとかも作ってますよ。ネスレとかもそうなんですけど、日本の企業がすごい苦手なのが、200円以下のものを他の国に売るのが苦手なんですよ、日本の企業って。例えばそのコカ・コーラとか100円じゃないですか。で、あれ世界中で売ってますと。で、なんかジレットとかカミソリとかっていうのも100円、200円であれ世界中で売ってますと。で、ネスレ、キットカットとかね。で、キットカットとかも結構世界中で似たようなものあって、100円、200円売ってますと。で、チョコレートのハーシーズとかも結構世界中どこにでもありますと。っていう感じで、100円、200円のもので世界中どこにでもあるよねっていうものって結構いっぱいあるんですよ。ところがどっこい、日本製のものでそういうのないんですよ。で、ソニーのテレビとか、トヨタの車とか、それなりの値段のものが結構あるんですよ。カップヌードルはね、残念ながらね、カップで売ってるのは日本ぐらいです。ヨーロッパで250円ぐらいでちょこちょこ売ってることはあります。で、アメリカで袋入りで多少売ってるかな。でも結局、アメリカでよく売れてる袋ラーメンって日本製じゃないやつなんですよ。なんか韓国製とか中国製の。ポッキーは日本以外じゃないかな。韓国にポッキーのようなものありますけど。味の素はね、僕はヨーロッパでは見たことないね。エジプトで売ってるらしいけどね。っていう感じで、あんまり日本ってその安いものを世界で売るって苦手なんですよ。で、なんで苦手か。で、結局、ブランドなんですよ。さっきの話に戻るんですけど、じゃあ、ネスレのキットカットのようなものって、世界中どこでも作れるんですよ。だって、別にウェハースなんてどの会社でも作れるし、ウェハースが作れない国なんてないし、チョコレートが作れない国もないじゃないですか。なので、基本どこの会社でも作れるんですよ。ただ、作れるんだけど、似たようなものもいっぱいあるんだけど、広告をガンガン売って、あ、この商品知ってるっていうので、で、商品としてはコストが安くてそこそこのものを売るんですよ。じゃあ、キットカットってめちゃくちゃうまいかっていうと、大して美味しくないじゃないですか。で、キットカットのようなものっていっぱいあるけど、別にどれも大して変わんないと。でも日本の人って、質で戦おうとしちゃうんですよね。なので、そこそこの質のものにめっちゃ広告費かけて、世界中の人が喜ぶっていうのをやればいいんですけど、日本の場合って割とその原価を高くして、それなりにいい商品を作っちゃうので、広告宣伝費の割合が低くなっちゃうんですよ。本当にじゃあ毎週食うぐらい美味しいかっていうと、そうでもないんですよ。っていう感じで、いかに広告宣伝で騙すかっていう方が、利益率は高くなるんですけど、なんか日本の会社はそれ苦手なんですよね。